NTT 法廃止で政府が保有する株式3分の1を売却するとですねそれが外資に取得されてしまう可能性があるそれが直接的間接的の遺憾を問わず外資が保有できるそういった可能性があるわけですよねそのため1985年にですね電電公社から NTT に変わる時に NTT が外国に乗っ取られないようにこの NTT 法で縛った というこういう経緯があったわけなんですけれども12月5日に発表された自民党案にきちっと不足には2025年をめどに NTT 法を廃止する書いてあるわけなんですよ。